でも大丈夫、画角入ってる。公益財団法人日本サッカー協会ジュニアサッカーアンバサダー金田信時より表彰状が付与されます。チーム代表者1名は前にお進みください。なんかこっちの方の画像がちょっと通常の半分通りにならなくてですね。あ、ほんまですか。僕映ってます？あ、映ってます。松本さんメインで映ってます。はいはい、はい、まあ、あのでもあのなんていうんですか、あの録画はあの僕の方でしてるんで、はい、ちゃんとあの映ってますよ。大丈夫ですか？はい、あの後ろもあのちゃんと白いから黒の服だけじゃなく、はい、ちゃんと顔も映ってますよ。大丈夫ですね。ちょっと照明入れてますね。映るようにですね。ちょっと黒いな、やっぱり。あの黒いのはあの多分あれですよ、桜井さんが黒いんですよ。あ、聞こえますか？大丈夫ですか？あ、聞こえてます。聞こえてますね、この声。はい。自分が黒いんですね。そうですね。はい、そうです。はい、じゃあちょっとあの簡単に始めていきますね。あの、はい、まずあの全国大会出場おめでとうございます。ありがとうございます。東北3連覇無事できまして、はい、一安心ですね。はい、まず、まあ、皆さんねもう知ってるかもわかんないですけども、お名前とチーム名を教えてください。はい、いわきシニアフットボールクラブ監督の桜井です。よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、もうすぐね、あの全国大会もあるんですけども、今、どういうようなあの準備をされてますか、チームとして。そうですね、まず、うちのチームとして、10月の1週目ですかね、まあ、決起集会ですね、それを予定しておりまして、あとはリーグ戦が2つ入ってまして、その準備ですね。はい、ありがとうございます。次にあの、まあ、全国大会でね、あのまあ、戦いたい相手とか。まあそうですね。リベンジで東京エリスさんともう一度やってみたいですね。ああ、まあエリスさんもね今回あの出られるんでね、当たる可能性はゼロではないんで、はい、楽しみにしています。はい、ありがとうございます。まあそしたら次ちょっとサッカーとあの関係ないんですけども、あの桜井さんとか、まあ、例えばいわきの、まあ、皆さんがよくこう行くようなお店とかあったら教えてもらえますか。店ですか。まあ、はい、いわきの方はスパリゾートハワイアンズとかですね、はいはいはい、マリンパーク福島水族館ですね、あとアラミュー、はい、海産物と、まあ、あと国宝ですと白水阿弥陀堂なんかありまして、はい、あと有名なのが白玉の超特大ジャンボシュークリームで直径25センチで重さ 1.2 キロあります。すごいですね。このです。あ、そのシュークリームちょっとあのいわきの人に頼もうかな。じゃあ辰則に話しときますね。嘘です。僕はあの
いわき名物というか福島名物といえばもうあのゆべしの大ファンなんで自分がはい、ありがとうございます。そしたらまたあのちょっとサッカーの話になるんですけども、まあ、全国大会までにね、ちょっとこう強化試合みたいなって考えてます？どっか他の県とか。まあ他の県とはまだ考えてはいないんですが、はい、やっぱり臨戦来年の東北大会出場を決めるにあたりまして、そこをしっかり扱ってですね、はいはい、しっかり全国大会の準備をしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。次にまあ、チームでね一番 の、 あのイケメンを教えていただけますか。まあ、イケメンはどうですかね。やっぱり松本さん知ってる通りコーチのやっぱり鈴木勝則だと思うんですが、あとね僕ねこの間今年 の、 あのいわきの、ポスターというか、はいはい、あれでちょっとこう映ってたんがあのイケメンやなと思ったんがあの松本さん。進むですね、キャプテンですね今年は。はい、やっぱりね松本っていう名前は男前が多いのかなって思ってはい、はい、松本さんはちょうど男前やなってこの間勝則と話してたんですけど、はい、はい、まあ、イケメンっていうプレイヤーで推しはやっぱり今年5人新規でメンバー入ったんですけども、はいはいはい、ちょっとほんならあれですか、はい、世代交代したみたいな感じですか。そこまではね、まあありますね。キーパーからですね、まあ、はいはいはい、前から全てのポジションにおいてメンバーに入れたり、その中でもやっぱり13番の高林が、はい、まあ、骨折をして決勝なんかフル出場してくれたんで、はい、ちょっとあれですね、ほんならまだ去年のいわきからあの、まあ、チームがあの5人入ったらガラッと変わるんちゃいます？そうですね、フォワードの方もやっぱりゴリゴリの荒川がいたりとかですね、はい、中盤で運動量の多い村上とかですね、はい、フェンスでやっぱりミネっていうのも入ったりとかですね、まあ、で、うん、あれですね、勝則があの追い出されたわけですねそう、スーパーブでもでもやっぱり流れを変えるやっぱり、はい、1人なのでループシュート打ったりとか。そうですね、ルームシュート僕のところに動画送ってきましたよ。あ、そうですか、はい、これはあの見せれない動画です言ってマルヒ動画です言って送ってきました、ね、はい、ちょっとあのね、またちょっとあのなんていうんですか、相性のいい藤枝なんで場所も。そうですね、はい、楽しみですね。あの競技場でやってみたいですね。そうですね、次はあの下の方の競技場でね。あ、そうそう準決上でしたからね、陸上競技場の方でしたからね、はい、前 FC のねグランド で、 で、ね、はい、はい、あっちの方で決勝戦楽しみにしてます。見ればいいんですけどね、はい、忘れてきた、うん、やっぱり忘れ物を取りに行くっていうことで。そうですね、はい、はい、そしたら最後なんですけども、まあ、全国大会への意気込みを教えていただけますか。そうですね、一戦一戦しっかり戦ってですね、全員の力を合わせて優勝を目指して頑張っていきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。以上で、はい、インタビューの方を終わらせてもらいますね。はい、ありがとうございます。今日は貴重な時間どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも、さすがです。失礼します。高評価、チャンネル登録お願いします。ミクとじゃんけん、最初はグー、じゃんけんホイ。